そうですよね。私もたまたまお一人の方存じてるんですけど、まずラベルのその浸透力というもので、郷に入ればでそのラベルを作り変えてっていうのをおっしゃられたんですけど、今伺ってその精米のパーセンテージって言いますかね、逆にそれってメリットなのかなと思ったんですよ。そういうこうすごく親切じゃないですか。想像してるだけで楽しいですよそうね。でおす米のね。何パーセントをどうのこうのそうみでたすいな。ね。そういうところを、す草ご履屋さい。んなり、例えば煮なる干ほしを置いど。てある酒屋さんだったりっていうところ、皆さんがね、ご説明をいただいて、その日本酒の奥深さみたいなものを知っていただくといいなと思います。ワインはね、そんなに磨け削ることができまぶどうせがん何か枚らね。のこれ削りましたじゃないけど。ね、おそう米ですの場合は本当ね。精米具合によってもまた全然、お米の種類っていうのもすごく影響してくるところもありますし、酵母を使ったり、あとはそのどれぐらい磨いて作られたかっていうところでもかなり味わいも違ってきますのでね。先ほどその酒蔵さんの世代がね、交代する時期でもあってっていうことで、新たなこう新しい、なんていうんですかね、魂がこうまた復活してくるっていうか、もう一回やり直してくるっていう、その中にやっぱりその私も着物の生地とか物に携わるんですけど、そのこれを作ってくれる人たちっていうのは、ただ物としてじゃなくて思いをものすごく込めてるということですよね。そうですそうね。するとお米を使ってお酒を作るということは、お米に対する姿勢ってすごいんじゃないですか。やはりそこは力を入れていらっしゃいます。今ちょっと日本酒をありがたいことに、ちょっと震災以降なんですけども、ずっと右肩下がりで下がっていた日本酒の消費量がちょっとこう上向きになってきているんですね。なのでやはりちょっと今需要が増えている中で、お酒の量を作る量を増やしたい。でもそのためにはお米が必要なんですけれども、酒米がちょっと逆に足りない状態になっていて、結構皆さん困っていらっしゃったりもするんですけれども、やはり皆さんそうですね、ご自身でお米を作っていらっしゃるところもあるし、あとは契約栽培ということで顔が見える、もう本当に知ってる農家さんに頼んで、でちゃんとしたお米を作ってもらうっていうところを力を入れてやってらっしゃる酒蔵さんも多いです。消費者にとっては、何でもそうですけど、プロダクツの、外側の方からしか見えなくて、内側の方は例えば本当に気持ちを込めてなければ、いいかこの米でみたいな感じで作っちゃうわけですけど、こう生産農家の方とやっぱり綿密にこうお水のことから、気候のことから、そして農家の方々がもう丹精込めたってことを受け継いで、リレーのように。そうですね。なのでやっぱりその農家さんも嬉しいですよね。自分の嬉作っしいたですおよ。米でこのお酒ができたんだっていう、それがまたモチベーションになったりも農家さんにとってもなると思うんですよね。なのでかなりその信頼関係というか、人間関係をこううまく持っていらっしゃる酒蔵さんというのもいろいろ、私もこれまで酒蔵、そうですね、80軒以上伺っておりますが、で実際田んぼも見に行ったりもしたこともあるんですけれども、いくつか、やはりそういうところにが、そこがまずちゃんとできていないと美味しい酒は作れない。他にもいろんな要素はありますが、やはり米というものは皆さん大切にしていらっしゃいますね。それはすごく伝わってきます。そのこうアソシエーションと、このリレーションと、そしてその作り手の気持ちっていうのを、こうお酒を飲む時にもし知ることができたら、考えることができたら、また豊かですそうでよすね。ね。また一杯そのお酒を飲む時に気持ちが変わってきますよそうでね。すよね。なので私結構酒蔵ツアーなども企画をして主催をしているんですが、皆さんやはり実際に、日本酒作る時期って大体冬の寒い時期なので、秋口から春にかけてなんですけれども、寒い時期にあえて、せっかくなので作りを見ていただきたいですから企画をするんですね。そうするとやっぱ皆さん蔵に行かれて、すごいシーンとしたまず、空気感で、すごくこう寒いのでこう綺麗なんですよね、空気が。凛とそうなんとです。してる。そう、張り詰めた空気感みたいなところがあって、そういう中で酒蔵さんがこう緊張感を持ってお仕事されていらっしゃる。で、思いをいろいろと話を聞きながら、こう香りもまたこう
麹の、うんうん、香りが、うん、甘い香りがこう漂っているんですよね、うんうん、で本当にでそれいただいて絞りたてのお酒をまたいただいてっていうことで、うん、五感で本当にこう日本酒を感じられる時間になるので。